南米横首ガメ属は、カメモク、横首ガメ科に属する属。モシキ属は、大横首ガメ。エクアドル、ガヤナ、コロンビア、トリニダード・トバゴ、ブラジル、フランス、ベネズエラ、ペルー、ボリビア最大種は、大横首ガメで、最大高長89センチメートルと、本属のみならず、横首ガメ科最大種。最小種は、ムツコブ横首ガメで、 最大高十31.7センチメートル。オスよりもメスの方が大型になる。背高は扁平か、ややドーム状に盛り上がる。後部縁甲板は、のこぎり状に尖らず、滑らか。背高は小型で細長い。左右の喉甲板の間にある甲板は大型で、肩甲板に接し、そのため左右の喉甲板が接しない。粉管が突出する。上あごや下あごの先端は、 針状に尖らない。多くの種で粉炭から頭頂部にかけて溝が入る。幼体では、後部縁看板が、のこぎり状に尖る種もいるが、成長に伴い滑らかになる。粉炭や側頭部に反紋が入るが、生体では、不明瞭になったり消失することもある。河川や湖、地層、湿原などに生息する。水生傾向が強く、多くの種は、 産卵時を除いて上陸しない。食生は植物食傾向の強い雑食で植物の葉、果実、水草、魚類などを食べる。大型種や大型個体、メスは植物食傾向が強く小型種や洋体、オスは動物食傾向が強い。プランクトンを水ごと口に含んでから腰取って食べる種もいる。生息地では卵も含めて食用にされたり、 油の原料にされることがある。食用や油用、ペット用の乱獲などにより生息数は減少している種もいる。属単位でワシントン条約付属書通類に掲載されたり、生息地では法的に輸出が規制されている。ペットとして飼育されることもあり、日本にもマグダレな横首が目を除いて輸入されている。大型種が多く遊泳性が強いため、 大型のケージが用意できない限り一般家庭での飼育には向かない。アクアリウムで飼育される。低温に弱いため水中にヒーターを設置して保温し、陸上には局所的で水に強い暖房器具を照射して、体を温め皮膚や甲羅を乾かすことのできる環境を作る。ありがとうございます。